どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、10月28日、阪神 VS 中日の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神勝ちました <laughs> うーんとですね、藤波選手がしっかり4回を投げ切ってくれたっていうことが、まあ、とりあえずのね、一番いいところなんじゃないかなとは思ってます。うーんとですね、まあね、えー、宿泊というかね、ちょっと厳しい場面が初回からありましたけども、 まあ、エラーも絡んだというところもありますし、まあ実際実績はゼロですからね。えー、そこを考えると藤波選手もね、しっかり粘ってくれたのかなというふうに思いますし、まあもっと言うなら、まあもう1イニングとは考えましたけど、まああそこでね、スパッと変えた矢野監督も良かったんじゃないかなと思っております。というわけでスタメンオーダーから見ていきましょう。1番センター近本選手、2番セカンド糸原選手、3番ファーストマルテ選手、4番サード大山選手、5番レフトサンズ選手、6番ライト糸井選手、7番ショート木波選手、8番キャッチャー梅野選手、9番ピッチャー選手、 藤並選手ですねそして相手チームのオーダーがこちらになっておりますというわけで打撃陣から見ていきましょう近本選手ですね5打数4安打ダ2打点1盗塁ですレフテーネヒットライトライナーライトエーネヒットサードへの内アンダーライトへの2点タイムリーヒットですねいやーほんますごいわこうやってねなんか打つときとことんまで打ってくれるからさほんますごいですね打率も2割キ分ーブ3リまでまた上がってきましたよえー、そしてヒット数もなんか125ぐらいまでいったんちゃうかな今日で ね、え、最多安打っていうところも、ま、あと10本ちょっとぐらいは離れてはいるんですけど、ね、え、いい感じな状況が続いてるんで、まあ、もしかしたらもしかするんじゃないかなと思ったりしますし、まあ、1本ね、そのアウトありましたけども、ライトライナーっていうのもすごく当たり良かったんで、いいんじゃないかなと思っております。えー、盗塁もね、一つ決めてくれはいたんですけども、なんかね、巨人戦を見る限り、増田選手が3盗塁ですか、ね、盗塁王というタイトルも、 ね、ちょっと難しくなってくるのかなというところではあるんですけど、まあ、近本選手にはね、しっかり頑張っていただきたいなと思っております。はい、続いて、糸原選手ですね。3打数1安打1フォアボールでセンターフライ、レフテイにヒット、レフトフライ、送りバント、フォアボールですね。えー、糸原選手はね、しっかり自分らしいバッティングをしてくれたなというところですね。えー、2打席目のレフテイのヒットっていうのも、まあ、しっかり粘ってからの、えー、うまいバッティングでレフト前。えー、そしてフォアボールもしっかり選べた。えー、送りバントもしっかり決めれたっていうところもありますし、 ま、正直、打撃はね、今日ね、もう何にも見なくていいんですよ。糸原選手の今日見て欲しいポイントっていうのは、守備ですよ。 ね、エドワーズ選手がね、ちょっとアップアップしたんですよね。えー、フォアボール出してデッドボール与えて、えー、ノーアウトランナー二塁一塁という場面で、えー、もう抜けようかというボールをね、えー、糸原選手がしっかりキャッチして、えー、セカンドへのアウト。えー、これほんまに良かったよ。これがなかったらね、もうあの場面ではね、ちょっとね、怪しかったんですけど、しっかりやってくれたんで、もう今日はね、糸原選手、バッティングなんてどうでもいい。守備。守備よ。もうこの守備があるだけで僕はご飯3杯食えますね。はい。 え、続いて、マルテ選手ですね。3打数1安打2打点1三振1閉殺です。三振小ョのトへの併殺レフテへのタイムリーツーベースヒットを犠牲フライでの1点という感じです。えっと、1打席目の三振に関しては、ボールじゃないかなというふうには思うんですけど、まあまあまあ、今日はね、審判さんは割と低めを取ってくれなくて、だけど高めが割と甘くてという感じだったんですけど、まあまあまあ、ね、相手にも割とね、悪い印象はあったと思いますけど、まあ、半身においても悪い印象はあったし、まあ、いいところはいいと思うんで、まあ今日に関しては、 まけまあまあその他ですよね。レフテイのタイムリーツーベースヒットっていうのもね、正直ね、あ、いったかなと思ったんですけど、まあやっぱりね、マルちゃんらしい打球やんな。打球が上がりすぎて届かへんみたいな感じなところあるんじゃないかなというふうには思ったりしますけど、しっかりやれてますし、4打つキムの犠牲フライっていうのはもう完全に犠牲フライ打とうと思ってしっかり打てたっていうところが、めちゃめちゃ良かったんじゃないかなと思っております。はい 見て大山選手です。4。打数3。安打3。打点1。ファーボール1。三振です。三振レフテへのヒットセンターへのタイムリーヒットファーボールセンターへの2点、タイムリーヒットですね。えっとですね。まあ、三振まあ、この三振に関してはまあ、ど真ん中低めっていうところなんでまあ、想像してなかった。ボールが来たというところなので、まあ、できれば振って欲しかったなと思うんですけど、えー、それ以外ですよねタイムリーが2個も出てというところで3打点ですか良かったと思うんですけど、まあ、まあね。もうここはね。大山選手にね。 もう一つ上を目指していただきたいっていうのは、やっぱり長打が欲しいなという感じですね。こういう風に言えるっていうのがさ、めちゃめちゃ嬉しいですよね。 はい、続いて、サンズ選手です。3打数1、アンダー1、ファーボール1、併殺です。レフテーのヒット、ファーボール、ショートへの併殺だ、キャッチャーへのファールフライですね。1打席目のレフテーのヒットの時なんですけど、まあ、アウトコース寄りのボールっていうところでね、まあ、いい時は、あそこ腕伸ばしてしっかりヒットにできるんですよね。悪い時は元コントンまで三振であったりだとか、まあ、ポップフライになったりだとかっていう感じなんですけど、まあまあ、状態上がってるんじゃないかなとは思っております。えー、次回も期待です。 はい、続いて、糸井選手です。3打数1安打です。ライトへのヒット、ファーストへのファールフライ、ライトフライという感じです。えっとですね、まあ今日はね、割と目立つ選手が多いんで、糸井さんがね、もう全く影が薄いという感じですよね。まあまあ置いといて。まあ1打席目からね、しっかりね、ライトへのヒットを打って、ここからね、同点につながるっていうところがあったんで、よかったんじゃないかなと思ってます。3打席目のライトフライっていうのが、当たった瞬間、おお大きな当たり と思ったら、そうでもなかったっていう感じですね。うん、まあまあ、えー、次回期待しております。 はい、続いて、木並選手ですね。3打数1安打1打点1ファーボール1三振です。レフティーのタイムリーヒット三振、セカンドゴロファーボールという感じです。えっとですね、えー、っと、藤波選手が自責点0っていうところを最初に言いましたけども、エラーをね、木並選手がやったんですよ。なんかね、ちょっと前にも言ったけど、その、送球がね、高めに抜けるんですよね。これだけはほんまにね、最近おかしいなぁとは思ってるんですよね。今日もね、その、ま、あ一個、その、ちゃんとエラーがついたのもありますし、その、糸原選手がファインプレー って言った時に、ファーストに投げた時に、 ね、えー、上に抜けたっていうところもありましたんで、ちょっとそこだけが心配かなと。まあ、打撃においてはね、しっかり結果が残ってると思うんで、えー、次回行きたいです。はい、続いて、梅野選手です。3打数無安打1三振です。ライトフライ三振、ピッチャーゴロー送りバントですね。えっとですね、送りバント、送りバントと言うべきなのか、まあ、セーフティーっぽかったんで、まあ、面白かったですよ。ヒットになるかなっていう感じだったんですけど、まあ、まあ、今日ね、先発野手という点においては、梅ちゃんだけがヒットを打てなかったですけど、まあ、リードでね、 しっかり1失点で抑えたっていうところは良かったんじゃないかなと思っております。はい、続いて藤波選手です。1打数無安打1三振です。三振ですね。え今、ー、日 1! めちゃめちゃすごい当たりを出したのが藤波選手でしたね。やっぱりバッティングもいいですね。先発じゃないとさ、やっぱりバッティングって見れないんで、まあ藤波選手にはやっぱりバッティングっていうところもね、楽しみがあるんで、先発かなとは思ったりしますし、矢野監督はね、次回もう先発で行くみたいなこと言ってましたからね、行きたいです。 はい、続いては熊谷選手です。1打数無安打1三振です。三振ですね。こちらにおいては次回行きたいです。はい、続いて中谷選手です。2打数1安打です。センターへのヒット、ショートフライですね。えっとですね、まあ、ヒット自体は良かったんですけど、2打数1目のショートフライっていうのがね、まあ、ここ美味しかったんですよ、場面がね。 超美味しい場面で打てなかったのが、まあ、非常に残念かなとは思っております。はい、続いては島田選手ですね。1打数1安打でセンターへのヒットですね。まあ、帰りがね、しっかりここで1本出たか出なかったかっていうところで、まあ、来シーズンっていうところにもなってきますんで、一1本ずつでもね、しっかり結果を残していただきたいはい、続いて上田選手ですね。1ファーボールです。ファーボールです。ここを選んでくれたからこそ、大山くんの2打点がつながったんでよかったです。 はい、最後ですね、ヨー,ー選手です。1打数無安打1三振です。三振ですね。え、ヨー,ーさんね、最近ね、ほんま高めのストレートっていうところをね、どんどん空振りしてるっていう感じがね、見えて、まあ、不調なのかなとは思ったりするんですけど、まあまあ次回期待しております。じゃあ、投資陣見ていきましょう。本日投手、藤波投手、岩貞投手、エドワーズ投手、桑原投手、岩崎投手、谷川投手、藤川投手ですね。 藤投投手4回投げて76球ーー三振2ファーボール1失点です、ね、えー、っとですね。まあ、ファーボールはね、2個で収まってはいるんですけど、やっぱりね、その、ピッチャー有利なカウントを作らなければしんどいのかなとは思ったりしますね。えー、勝野選手に与えたファーボールが一番もったいなかったですし、まあ、押し出しでね、まあ、1点ファーボールを与えたところっていうところは、まあ、ギリギリ取ってほしいなとは思ったんですけど、まあ、あれもね、えー、そもそもスリーボールをね、最初に与えてしまう。 しまったところが藤波選手が悪かったんでまあまあそこぐらいかな修正するべきところは基本的には9位である程度抑えられるんでまあまあそういうピッチングスタイルに変えていいかなとは思いますし、えー、次回の当番ねおそらく先発だという感じになってると思うんで、えー、本当に期待しておりますはい続いて岩沢選手ですね1回投げて12球無安打1三振無失点ですねまあ早い段階でねまあリリーフというかまあ元々ブルペンデーなんでんまあ誰が出てくるかなと思ったらまあ岩沢さんでまあ もっと言うなら、2イニング、3イニングって感じでやるんかなと思ったんですけど、まあ今回は1イニングで、まあ完全にね、リリーフを使いすぎたらというかね、まあ岩沢さんに関しては勝ちパターンで使ってるんで、やっぱりね、ちょっと厳しいじゃないですか。その次を使うってなったらね。まあまあそこを含めて1イニングっていうところだったと思うんですけど、しっかりゼロで切ってくれました。ありがとうございます。はい、続いてはエドワーズ投手です。1回投げて16球、無安打、1ファーボール、1レッドボール、無失点です。えっと とですね、まあ、その変化球は良かったんですけど、そこそこね。ただ、ストレートがね、高めに浮いたり、抜けたり、まあ、ビシエロ選手にデッドボールを与えてしまって、これに関してはほんま非常に申し訳ないんですけど、まあ、守備に救われた形だな、というところです。はい。 はい、続いて、桑原選手です。一回投げて17球、無安打、無失点です。えっとですね、ま、あの、ここに関しては、ストレートのキレがやっぱり戻ってると、まあ、ここまでね、しっかりやれるな、というところですね。うん、まあ、スライダーはもともとね、まあ、ずっと桑原選手の時はね、こう言ってるんですけど、スライダーはね、エグいんですよ、あの人。<laughs> ほんまに。ストレートがどこまで、えぇ、ー、キレが戻ってくるかっていうところに尽きるんで、えー、次回も期待しております。 はい、続いては、岩崎選手です。1回投げて13球、1安打、1三振、無失点です。まあ、1安打食らいましたけども、まあ、いつも通りですね。えー、今日で17試合連続無失点とかでしたっけえぐいな。えー、次回も期待です。はい、続いては、谷川選手です。3分の2を投げて13球、無安打、1三振、無失点です。えっとですね、まあ、ここ、ここはね、 あの、1イニング投げないなとは思ってたまあま、トラテレで見てたんで、一応ブルペンが映し出されて、藤川投手ずっと投げてたんでね、え、そこにどうやって繋ぐかっていうところを一番ね、考えてたと思うんですけど、え、ランナー出さずに2つしっかりアウトを取れたっていうところは本当に良かったんじゃないかなと思っております。はい、最後ですね、藤川投手で3分の1を投げて2球無安打無失点です。いやーね、もうファンにね、その、投球してる姿っていうのはあんまり見れない。 じゃないですか？まあ、残り10試合ですしまあ、その中で何回投げれるかっていうところわからないですけど、まあ、しっかりね、えー、阪神ファンの方々、えー、見に行った方々はね。もうめちゃめちゃ嬉しかったと思いますし。しまあ、僕は虎テレビ見ててもすごく嬉しかったんですけどね、えー、何回見れるかわからないところで、しっかりゼロで抑えてくれたところは良かったんじゃないかなと思っております。 はい。というわけで本日は10月28日、阪神 VS 中日の試合について語らせていただきました。ね、えー、4連勝で、えー、貯金が4って、貯金4って初めてじゃないなんかいつも3で止まるみたいな感じですし、えー、水曜日に弱い阪神が、水曜日に勝って、えー、勝ち越し4にして、ってね、なかなかいい感じですよね。まあ明日は、明日はとんでもないですよ。えー、中日の大エース、大野さんと、阪神のエース、西くんとの、えー、対決です。 ま、あどっちも点を取りにくいところではありますけど、阪神、大野さん全く打ててないんで、え、明日こそはね、え、勝って、ま、甲子園、え、3立てで、前回はですね、名古屋ドームでやられたんで、え、仕返してやろうという感じでございます。はい、というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。